乃木坂46の与田祐希が12月17日にオフィシャルインスタグラムを更新。セーラー服の振り向きショットを公開し、注目を集めている。この日、シャープ戦闘ラプソディ、シャープレモン担当、シャープピュアイエローなどのハッシュタグを添えて、乃木坂46の公式 TikTok でいろいろ公開中です、とコメントを投稿した与田。高めのハーフツインヘアに黄色いセーラー服風の衣装姿で、カメラをじっと見つめる振り向きショットを披露すると、ファンから多くの反響コメントが寄せられた。この投稿に SNS 上では、とりあえずツインテール可愛すぎです。振り向き美人、マジ3歳時間すごい、もう可愛いしか出てこない、ピュアイエロー推しです。レモン担当しか勝たん、やっぱ与田ちゃん最強やわ、など、様々な声が上がっている。